茨城県道268号西関宿、栗橋線佐島郡五課長江川茨城県五課長、江川茨城県佐島郡五課町、新高谷、南栗橋駅入口,口交差点付近埼玉県道、茨城県道268号西関宿、栗橋線は、埼玉県佐幌総神殿の埼玉県道26号、堺杉戸線から、茨城県佐島郡五課町を経由し、 埼玉県久喜市小江門の国道4号に至る県道である。茨城、埼玉、千葉の3県海付近の江戸川に架か,かる関宿橋の西詰めから埼玉県久喜市栗橋地域の国道4号、小江門交差点まで利根川岸に沿って短絡する道路。奇襲点は埼玉県内にあるが、その途中にある路線の大部分の区間は茨城県内にあり、 道県佐島郡五花町内の主要幹線道路の一つとなっている。途中、五花町新高谷地区の南栗橋駅入口交差点で折れて小手差し河津区間で大きくこうを描くようにカーブする。なお、この交差点から西に直進し、国道4号工業団地入口交差点に接続するバイパス道路は五花町道9号線。 国旗市道352号線である。1959年10月14日、新たな県道として、埼玉県北勝鹿群札手町大和西関宿を起点とし、埼玉県北勝鹿郡栗橋町を終点とする、区間を本路線とする、県道西関宿栗橋線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号268、 となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、茨城県内の佐島郡五課長、江川、道長省福田間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。